イワンペトロービチ・ラリオーノフの代表的な種である西洋漢木カリンカはロシアの愛称家である。題名のカリンカとは樹木のガマズミ族を意味するロシア語カリーナの指小型であり、いわばガマズミさん、ガマズミちゃんといった願意である。長い間ロシア民謡と考えられてきたが、実際には作曲家、作家、 民謡研究者のイワン・ペトロービチ・ラリオーノフが1860年に作詞・作曲した作品である。この歌の初演は、ラリオーノフが音楽を書いた、サラトフのアマチュア劇団の芝居で、舞台上で歌われたものである。初演から間もなくして、ラリオーノフの友人で、自ら設立した合唱団も用していた、歌手のドミートリー・アレクサンドロビチ、アグレネフス・スラブヤンスキーの依頼に応じ、 スラブヤンスキーのレパートリーにこの歌を加えることを許諾した。スラブヤンスキーの合唱団のレパートリーとなってからカリンカは人気を集め始めた。日本語詩では井上より豊の訳詩や楽団家注射による詩が広く知られている。メディアを再生するアコーディオンによる演奏例ロシア料理のレストランではロシア国内でも外国でも店の名前に好んでカリンカイコールマリと名を付ける。 ロシアの民芸品を売る店でも、店名をこの名前にすることを好み、サンクトペテルブルクにはこの名称の写真スタジオが存在する。カリンカイコールマリの名称が、いかにも伝統的ロシアのイメージを歓喜させるものになっているので、ロシア風に見せたいものに好んで施される名称である。ありがとうございます。